本気でサッカーやってたんでプロ目指してたんですけど、こう上に行けば行くほど周りとの差にすごいギャップを感じて、そこで人生で初めて大きなことに諦めをつけた瞬間でした。中学校ぐらいですかね。挫折した経験はあります、たくさんあります。僕子役からやってきて、同期北村匠海とか中川大志とか同じ事務所がいる中で、やっぱり僕より先に売れてってやっぱ悔しいって思うことありましたし、もうやめてって思うこと何回もありました。でもやっぱりやめなくてよかったなって今思います。でもこれからもあると思いますけど、まあ、今までもたくさんありました。挫折した経験はあります。オーディションとか受けて落ちるたびに挫折しては、また次やってやるっていう気持ちで奮い立たせ、自分を自分で鼓舞しています。基本的にやらずに後悔するよりやって後悔したいタイプなんで、やって後悔するようにしてます。私結構中学生とかの時に寝坊癖がすごくて、で一個 あるオーディションに寝坊して行けなくなっちゃったんですね、遅刻ってことで。なんかそれはもう一生の後悔というか、もう絶対しないぞっていう風に強く思う。毎現場毎現場後悔するんですよ。毎日、あそこもうちょっとこうできたな、こうできたなって後悔して、でやっぱり結局多分現場で自分が思ってるようにできてないと思うんですよね。 100% 超えしていこうと思ったところで、いかにその 100% を自分で超えられていくかっていうのが大事だと思うんで、もっとやりきっていくっていうことが大事なんだなって最近思います。新しいことをすること、ちょうど僕次舞台が、初舞台があるんですけれども、それこそ挑戦だなって思います。やっぱり何かっていうと、挑戦ってやっぱり自分が今まで経験したことないことだったりとか、見たことない景色にどれだけ自分が熱と覚悟を決めて臨めるかっていうのがやっぱり挑戦かなって思うので、本当に次の舞台頑張ろうと思います。楽しいこと。